ジャンくん、はいいかい。ね。はいはい。手がもう曲げられない。あ、ごめんね、ジャンク。ジャンク。はい。の上に乗っています。かわいいジャン君です。朝は甘えん坊のジャン君です。ジャン君、春になってもちゃんとこうやって甘えてくれるように頼ませ。暑いだよってどっかに行かないでね。シュリです。前に一度ここに来た時にここを登ったのね、自転車で、うん、歩きでから無理で、あそこに見えてる登り切った感のあるところから、うん、さらに奥に長かった。発見しました。大丈夫かと思ったらこういう道です。お、白鷺、でっかい鳥が、よいしょ。住宅地の裏側にこんな道があります。野鳥の土手はこのようにして渡るようですが、この途中のあの石をきれいに渡る自信がありません。なので今日はまあロケハンだから、とにかく先へ先へ進みましょう。はい、ウグイスの道となっています。増水被害のため川を渡れません。なぬ？ちょっと行くだけ行ってみよう。さっきの流木もそのせいか。小さい鳥が横切ったよ。結構歩いているけれども、これはこうか。この道だと平坦だからと思ったけど、母には無理だね。無理ですね。この山上と言ってもいいのかな。さあ、下マスクしてると下が見えないよね。よいしょ。どこを渡ったんだろうね。ここが多分もともとは渡れるけど、それが、あ、この花を踏まないようにしないと。
これかな、やっぱり。あ、少し弱いと不安だけど。そうかもね。危ない、ああ、危ない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 、あ、危ない、あ、滑った。右足水没。あ、危ない危ない、本当に危険だね。帰りはカメラを撮るのはやめよう。よいしょ。地元の YouTube で紹介されていた、これが断層ですね。意味は分かりませんが、断層の何時代的なやつがこれで分かるんだね。鬼くるみ、くるみが落ちるんだろうね、ここに。川沿いに生える落葉鉱木、川大きな傷。ちょっとロケハンというつもりで来ましたが、結構な大冒険になってきています。これも通り終えたらまた閉めるように。鹿が来るよということでね。さあ、足腰の弱さ露呈しています。さあ、吊り橋だってよ、がっちりコンクリートで固めてあるけど。来週だったら通れないところがいっぱいあったけど。あ、そうなの。3月22日から、うん、通行止め。あ、そうなの。1週間程度。あ、川をじゃあ修復するんだね。さあ、ここがメインの公園のようです。クズハの家っていうのはこれなんだね。さあ、ホタルの道へ。また急激に下がっているな。川まで降りる。さあ、じゃあ足元危ないから。なんか山の風景だね。まあ、あの奥には建物があるんだけど。この辺がホタルが見られるんだろうね、きっと。うん、あ、ここはもう水害で大変なことになって。土地がホタルの里って書いてある。うん、もう行けないんだね。行けないんだ。何や。ってことは水害ひどかったんだね。こっちにもまだ道が続いてるんだけど。まだ続くよ。
まあ続くっていうか戻ってるけど、多分来週のその川の修復工事みたいなのを終えると、ここも季節的に始まるぞって感じなんだね。まだ冬の名残だもんねこれね。でも芽吹いてますよ。ほら。これなんだろう。こっちちっちゃいの咲いてるよ。さあ、じゃあ鬼の階段登って帰りましょう。あ、まだぐねぐね道だった。さあ、ここからが長そうだよ。でもなんかよいしょ、あの階段っていうよりは段のある坂だね。うわー、結構辛いかもよ。なんだろう、この足の重い感じ。だって歩いてないんだもん。ほら、一気に、あ、こっちあったんじゃん。こっちも普通の坂だけど、高いところに到達しました。そしてまだまだ続く。ほう、なんか家が見えてきたから、まあちょっとだ。そうね。じゃんくん、今日は体をいっぱい動かしたので、まあ、眠いっす。今はね、まだ10時42分。ん ?10 時42分聞いて、じゃあブラシって言ったの。で、はい、で、ここへ。どっちから来ましたか。どうぞ。体を鍛えないとね。ジャン君、ポンちゃんに遅れること2日かな ?3 日かな ?3 日かな、うん、どういうかな、だいたいそんなスケジュールだな。あ、出ちゃうの、ジャン君。ジャン君、注目浴びると必ずこっち来ちゃうね。はいはいはい。ジャン君。はい、どうぞ。あ、お膝の上に乗りたくなっちゃったんだね。ジャン君って、ジャン君ってそんな子ね。ジャン君。でも1回入ったからまたすぐ入るよね。そうだね。じゃあテント生活よろしく。2人で入ってもいいんだよ。そうだよ、2人入れるよね、きっとね。ちょっと狭いかも。でも、ね、まあでもいつものことだね。いいんだね。ポンちゃん、ポンちゃんも入っていいんだよ。ちょっと覗きに来たね、ポンちゃんね。お、ジョコが入ってるって覗きに来たね。